ボードゥアン四世はフランドル博、ヒゲ博と呼ばれた。ボードゥアンはフランドル博、アルヌール二世とアンスカリ家のロザーラとの間に生まれた。987年に父の死によりフランドル博位を相続したが、ボードゥアンが青年に達するまで母、ロザーラが摂政を務めた。これまでのフランドル博とは対照的にボードゥアンの関心は彼の家臣であるギネ博、 エスダン博及びサンポール博羅の支中にあった南部では、なく、東部に向いていた。博領の北部は、霊園として新生ローマ皇帝ハインリヒ二世から、ゼーランとの地を与えられており、一方、スヘルデカワウガンの地域は、サントメール及び北部テルノワに加え、バランシエンヌ及びカンブレーの一部が与えられていた。フランス内のフランドル博領では、ボードゥアンの支配権は、 かっこたるものであった。フランドルの海岸沿いの湿地帯は大規模な植民地化がなされ、港やブルージュの町の拡張が行われた。ボードゥアンは1035年5月30日に死去した。ボードアンは最初にアルデンル家のモーゼル博、フリードリヒの娘オトギ派と結婚、一男を設けた。二度目にノルマンディ公リシャール二世の娘アリエノールと結婚、一女を設けた。 ありがとうございます。